KDE ソフトウェアコンピレーション4は KDE ソフトウェアコンピレーションと呼称された唯一のシリーズで2008年1月に初めてリリースされ最後のリリースは2014年11月にリリースされた4.14-3であった K デスクトップ環境3の後継であった KDESC4 の後 KDESC を構成していたソフトウェアは 基本的なフレームワークライブラリー、デスクトップ環境、そしてアプリケーションへと分割され、それぞれ KDE フレームワークス、KDE プラズマ語、そして KDE アプリケーションズと呼ばれている。メジャーリリースは半年ごとに、マイナーバグ修正リリースは毎月リリースされた。このシリーズにはいくつかの KDE プラットフォームのコアコンポーネントの更新。 特に QT4 への移行が含まれていた。新しいマルチメディア API であるホーノン、デバイス統合フレームワークであるソリッド、そして新しいスタイルガイドとデフォルトのアイコンセットで、あるオキシジェンが採用されていた。また、デスクトップウィジェットに対応した、新しい統合デスクトップとパネルユーザーインターフェースであるプラズマによって、軽デスクトップ環境んで別々だったコンポーネントが、 置き換えられた。KDE プラットフォーム4の全体目標の一つは、KDE アプリケーションが異なる OS に対して、ポータブルであることを容易にすることであった。これは、Microsoft Windows や MacOS 10等の非 X11 ベースのプラットフォームへの対応を円滑化する QT4 への移行によって可能になった。 KDE ソフトウェアコンピレーションのバージョン4.0から4.3は単に KDE4 として知られていた。解消は KDE の開発範囲の増大を反映するための KDE プロジェクトのリブランディングの一環であった。以下は KDE ソフトウェアコンピレーション4における大幅な変更点の簡単な概要である。QT4K への移行によって KDE4 は KDE3 よりメモリ使用量が減り、顕著に高速化することが期待された。KDE ライブラリー自体も効率化された。しかし、テストの結果、KDE4.4 はデフォルト状態の部分図、システムにおいて、GNOME2.29,ZAFS4.6, そして XD0.5 と比較して、メモリ使用量が最も多いことが明らかになった。 Qt4 は MacOS 10と Windows 向けに LGPL で利用可能であり、これらのプラットフォーム上で KDE4 を実行することが可能である。両プラットフォームへの移植は初期段階にある。2010年8月現在、MacOS 10上の KDE ソフトウェアコンピレーション4はベータ段階にあると考えられているが、Windows 版は最終段階ではないため、 アプリケーションの日常使用には適していない。アプリケーションの動作を全プラットフォームでほぼ同一にするため、どちらの移植でも機種依存コードの利用を可能な限り少なくする努力が払われている。サマーオブコード2007の期間中、アプリケーションの起動時間を減らすため、KDE4 で使用するアイコンキャッシュが作成された。改善点は様々であった。 アイコンを数百個使用するアプリケーションであるクファインドは以前の約1、4の時間で起動するようになった。他のアプリケーションや KDE セッション全体の起動は1秒少し高速化した。エクストラギアのアプリケーションの多くとコフィスモジュールは KDE4 と QT4 の新機能から多数の改善がなされた。しかし、それぞれが独自のリリーススケジュールに従っていたため、 最初の KDE4 のリリース時にすべて同時に入手することはできなかった。そうしたソフトウェアには a m a r c k 3 b i t DJCAM, Quad, そしてクリタ等がある。ユーザーにとっての最も顕著な変更点は Oxygen Project が提供した新しいアイコン、テーマ、そしてサウンドである。これらはカートゥーン風だった以前の KDE アイコンとグラフィックからの決別を表している。 オキシジェンのアイコンではよりリアルなスタイルが採用されている。オキシジェンプロジェクトは freedsktop.org 上でアイコン命名使用書とアイコンテーマ使用書を作成しており、これらによってアプリケーション間の一貫性を保つことが可能となっている。オキシジェンチームはコミュニティの助けを借りて KDE4 の外観の改善をしており、 大体のアイコンセットとオキシジェンプロジェクトが開催した壁紙コンテストの入賞作品の両方を KDE4 に取り込んでいる。より標準化されたレアウト向けの新しいヒューマンインターフェースガイドライン一式もある。プラズマは主要なデスクトップユーザーインターフェースを提供するものでデスクトップ描画や特にウィジェットエンジンといったいくつかの KDE コアアプリケーションを書き直したもので。 ある。プラズマによってより細かくカスタマイズできるデスクトップやより汎用的なウィジェットが実現可能になる。KDE のウィンドウマネージャーであるクイーンはコニーズのような独自の合成効果を提供するようになっている。フォノンは KDE4 におけるマルチメディア API の名称である。KDE の以前のバージョンとは異なるマルチメディアバックエンドへのアプローチである。というのも、 ォノンがラッパーとしてしか機能せず、ユニックスライク OS で利用可能な様々なマルチメディアフレームワークを単一の API を通じてアクエスできる実行時に切り替え可能なバックエンドへと抽象化するためである。これは KDE4 に安定した API を提供し単一のマルチメディアフレームワークに依存しないようにするために行われた。ノン API を使用するアプリケーションは システム設定で使用するバックエンドを変更するだけでマルチメディアフレームワークをシームレスに切り替えることができる。Nokia は Qt4.4 におけるマルチメディアの利用のために炎を採用し、KDE SVN リポジトリで g ストリマー、Streamer、Windows、そして OS 専用のバックエンドを LGPL で開発している。Solid は KDE4 のハードウェア API である。 ソリッド自体はハードウェアを管理せず、単一の API を通じて、既存のソリューションへのアクセスを可能にするという点で、フォノンと同様に機能すると言える。現在は HAL、ネットワークマナージャー、そしてブルースを使用しているが、一部、または全部のパーツをアプリケーションを破損せずに置き換えることができ、それによって、ソリッドを利用するアプリケーションが非常に柔軟で、ポータブルになる。 セレットウィーバーはアプリケーションがマルチコアプロセッサーを活用できるようになるプログラミングライブラリーで K-DE-REAVES に収録されている。クロスは KDE4 用新しいスクリプティングフレームワークである。クロス自体はスクリプト言語ではないがこれによって開発者が他のスクリプト言語への対応を追加しやすくなる。アプリケーションがクロスへの対応を追加すると クロスが対応する言語であれば、どれでも開発者が使用することができるようになる。新しいスクリプト言語は、クロス用、プラグインを作成することで追加でき、クロスを使用するすべてのアプリケーションで恩恵が得られる。デシベルは、テレパシーベースのコミュニケーションフレームワークで、KDE4.2 のコペテで完全に使用される予定だったが、報告によると無期限に延期された。ストライギーは、 KDE4 用のデフォルトの検索ツールで速度と依存性の少なさから選定された。ストライギーとソプラの RDF ストレージフレームワーク、そしてネイポムーク仕様といった他のソフトウェアとの連携によって KDE4 におけるセマンティックデスクトップの始まりが提供される予定である。ユーザーはドルフィンを通じてファイルを追加情報でタグ付けすることができ。 これによってストライディはより正確な検索インデックスを作成することができる。KDE4 はビルドシステムにクメイクを採用している。KDE の以前のバージョンはユニックスシステム専用だったのでオートトゥールズを採用していたが Windows 等の OS 上でビルドするために新しいビルドシステムが必要になった。また、クメイクによってビルドプロセスが劇的に簡略化された。 オートトゥールズビルドシステムは KDE3 の頃にはあまりにも複雑になりすぎ理解できる開発者がほとんどおらず簡単な変更作業に何時間も必要になっていた2007年前半クメイクで KDE4 版の KDEVES をコンパイルするとオートトゥールズで KDE3 版をコンパイルするより40%高速化することが示された DXS はアプリケーションが ワンクリックでインターネットからのデータのダウンロードとインストールを行えるようになるウェブサービス。以前は GHNS と呼ばれていたが、現在は f r EDESKTOP.org e に取り込まれている。DXS は KDE3K で使用されていたが、KDE4 での使用のために拡張されてきた。一例は x t a s で、これは再配布禁止だが自由に、 個人利用できる天文データを使用することができる。DXS によってデータの手軽なダウンロードとインストールがアプリケーション内で可能になり、手動ダウンロードをしなくて済むようになる。アコナジは KDE4 用の新しい PIM フレームワークである。以前は別々だった KDE の PIM コンポーネント群を統合したものである。 かつてはアプリケーションごとに独自の情報共有方法とデータ処理方法があった。アコナジ自体は PIM アプリケーションにデータと検索機能を提供するサーバーとして機能する。また、連絡先の状況を更新することもできる。従って一つのアプリケーションがある連絡先の情報を変更すると他のすべてのアプリケーションにその変更情報が即座に通知される。 ありがとうございます。